あの町この村、思いはつながる、過去今未来。和歌山県有田川町、高野山を源流とする有田川が流れ、豊かな川と大自然に育まれた風土が自慢の町、そして温暖な気候を生かした農産業が盛んな町です。有田川町にやってまいりました。ここでは5年前クラフトビールを作る人たちと出会いました。あの人たちどうなっちゃうのやろ。有田川町の旧多度の保育所を改装した地方創生プロジェクトの拠点、ザ・リビングルーム。2019年の放送ではこの施設を中心に、有田川町を日本一住みたい町にを合言葉に活動する町づくりチーム AGW の皆さん、そしてクラフトビール製造のノムクラフトを紹介しました。集まっていただいたのは、前回の番組にもご出演いただいたノムクラフトの金子匠さん、そして現在のスタッフの皆さんです。お話を伺った場所はクラフトビールのお店ゴールデンリバー。いや、5年ぶりでございます。ご無沙汰しております。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、まあ、あのクラフトビールの味が忘れられんとよしてもらいましたけども、あれから5年間どうですか。まあ、その一応製造量は、あの当時使ってた設備で満パンまでいけたので、ほうほう、ずっとあの頑張って、ビールをたくさん作ってきました。あ、そうですか、はい。このお店のこのアメリカな雰囲気と、この有田川町っていうのが、はい、当初はね、このアンバランスのように思いましたけど、もう今やすっかりとこう溶け込んでる感じですな。そうですね、なんか本当最初はやっぱりクラフトビールって、少しやっぱり値段も高いですし、なかなか難しいかなと思ったけど、本当に地元の人も遠くの人も来てくれるようになってくれてるかなと思います。あの時と随分変わったというのはスタッフのこの顔ぶれですけども。そうですね、すごい様変わりしましたな。ヤレスさんは、このお店との縁というか、なんでこちらで働くことになったんですか。オーナーと同じ町づくりグループに入ってて、で最初なんか設備の搬入とかその手伝わせてもらってて、当時は英語講師させてもらったんですよ。もう有田川町ということは、だいぶと前からこの有田川町に住んであった。僕はもう和歌山言うたら18年前、2006年に来ました。あれや地域でオリジナルのビールを作っていかなあかんっていうね、すごいこの試行錯誤皆さんされたんやないかなと思うんですかの。みんな飲んでいただいてるビールと、なんかもう完全に違うものになってると思う。市販のビールとはだいぶ違うの。スタイルだって山ほどありますので、それによって味が変わりますんで。We like to drink it and people like to drink it, basically. まあ、自分が飲みたいビールを作るのが中心でやってますね。この日本で作る楽しさっていうのをちょっと聞いてもらいましょうか。What's like fun about making beer in Japan specifically? Fans. Yeah, it's great. Fans, customers. やっぱビアお客さんとかビアファンとかイベントに来られるお客さんで結構熱いんですよ。ビールに対しての思いとか、あとコミュニティもしっかりしてるんですよ。だからすごいコミュニティの出来上がりが、すごいと思います。このクラフトビールのこのメンバーどうですか。ファミリーです。ファミリー、やっぱりね。ぶつかり合って、それでもっとお互いの同じ方向を向くっていう風にできると思ってるので、それは大事なことやなって思います。こんなにいいムードのメンバーが作るクラフトビール、今年の初めには大きな賞を獲得しました。あれは、2024年、まあ、2月ですねに開かれたジャパンブリュアーズカップという、まあ、日本の大きなコンペティションなんですけども、それの IPA 部門で、見事1位を受賞することができました。1位、はい。全然誰も予想してなかったことなので、まあ、できたら入賞、まあ、8位以内とか、まあ、決勝に残りたいなと思ってたくらいなんですけども、まさか1位取れるとは思っておらず。じゃあみんな喜んだでしょ。みんなで心から喜びました。嬉しかったよね。皆さんが丁寧に作り上げ日本一になった自慢のビール、オクトパスキングをおばちゃんいただきました。あ、すごいフルーティーな美味しいビールですね。いや、すごい飲みやすいわ、こら。
結構もう万人というかもう、はい、あのすっきりしていて、まあ、ホップの香りがフルーティー で、はい、で飲みやすい、うん、あの IPA というスタイルでやってます。そうですか、はい、口入れた途端ファーッとね、はい、フルーティーな花咲いたような華やかさのあるビールですね。今隣ですごいこう工事されてましたけど、あれは何の工事してたんですか？今僕たち実はあの製造ストップしてて、うん、次の段階へと改修工事を今行ってます。改修ってことは規模を大きく？そうですね、まあ、あの場所は同じ場所なんですけども、その場所を使って一番、まあ、最大限にあのどれだけ大きくできるかということで今改修工事やってますね。なるほど。そうなんです、こちら飲むクラフトでは現在醸造所を改修中、完成すれば今の3倍の規模のビールが作れるということです。クラフトビールで街づくりを合言葉に地域の活性化を行う金子さんたちの取り組み、ここに入るテナントも充実してきました。以前からあったパン屋さん、まつげサロンのお店に加え、最近誕生したのがこちら。こちらはゲストハウスのタドノザベッドルーム、宿泊施設です。ここはどういったお部屋ですか？はい、あの1名様から4名様泊まっていただけて、ゆっくりこの有田川町を楽しんでいただけます。キッチンもありますもんね。そうですね、お料理していただいたり、あのゴールデンリバーからお料理をこちらで楽しんでいただけるプランもございます。実際ここはオープンしてどんなお客さん多いですか？そうですね、ご家族の方からやっぱりクラフトビールが好きな方、うん、はい、今まではあの和歌山市や大阪に宿泊される方が多かったんですけども、ここにあの宿泊施設ができることでより有田川町を知っていただけるきっかけとなりました。また地域との交流を深めようと、前回もご紹介したビアガーデンも継続して行ってきました。これを楽しみに毎回多くのビールファンがやってきます。たまりません、むちゃくちゃ楽しみです、はい、元気をもらって帰ります。乾杯。いただきます。めっちゃ好きです、めっちゃ美味しくていろんな味があるからね、ビール苦手な子でもいけるしっていうので、最高です。私ビールそんなに好きじゃないんですけど、これめっちゃ飲みやすいです。なんかフルーティーなやつで、あの5年経って本当にいろいろあったとは思いますけども、こういった仲間も増えましたよね。今後これから先はどういった展開を考えていらっしゃいます？今この改修工事がもうすぐ終わるので、これで3倍ぐらいの量が作れるようになるんですね、うん、まずはそれをあの全国の皆さんに届けて、でそのビールを、きっかけで有田川町のことを知ってくれたらなと思ってますね。クラフトビールで街づくり、前回素晴らしいコミュニティを作っていきたいと語ってくれた金子さん、これからも目が離せませんね。有田川町についてのお問い合わせは有田川町役場企画調整課まで。